筑前良夫都市は日本のプロレスラー。本名、椎葉良二。小学校3年生の時に初代タイガーマスクに憧れてプロレスラーになることを志す。九州産業大学在学中にプロレス研究会で学生プロレスを始める。大学卒業後、土木工事などのアルバイトでメキシコへ渡るべく実費を稼ぐ。 1997年8月、メキシコへ渡り、カネックに指示。師匠から徹底的にルチャリブレの基礎を叩き込まれる。1998年1月4日、アステカ武道館において、覆面レスラー、シーバとして、アイスキラーとタッグを組み、タイミルマスカラスブルーデモンジュニアグミ戦でデビュー。同年、トリプル A に入団。4月、直見なりや、比叡、悟空と共に、 ユニット、ロス・カミカゼスを結成。2000年、トリプル A を退団。同年、日本に帰国して自家ミナリア、忍び、比叡と共にユニット、ルチャリブレ日本を結成し、プロレスリング歌劇に参戦。7月23日、全日本プロレス、日本武道館大会に出場し忍びとシングルマッチ。2002年、開園隊土女に入団して、リングネームを、筑前両太市に改名。 8月から新日本プロレスで活動するユニット、魔界クラブに加入し、覆面レスラー、魔界2号として新日本プロレスに、レギュラー参戦。2003年8月28日、新日本プロレス、大阪府立単育会館第1競技場大会で、IWGPU-30 無差別級王者の、棚橋博士とのタイトルマッチカベジェラコントラ、マスカラに敗れて、 マスクを脱いだ。2006年4月13日、開園体土壌で観客60歳以上限定によるプロデュース工業 R-60 を開催。2007年10月16日、プロレス業開発の NPO 法人によるプロレス団体として設立した九州プロレスが認証された。11月17日、生まれ故郷の九州で プロレスと地域をつなぐような役割を実現するため、来月で海援隊土壌を対談することを発表。12月15日、海援隊土壌を談。団。2008年2月5日、九州プロレスの設立発表記者会見を行った。5月11日、総合福祉施設、C メイトでプレ旗揚げ戦を開催。7月6日、西鉄ホールで旗揚げ戦を開催。 2019年6月2日にオータム・ウィンターのエグゼクティブ・アドバイザーに就任。海援隊土壌時代にプロレスによる地域活性化を模索し在住していた千葉県で千葉商工会議所青年部の理事を務めていた。トレードマークは2話仮面。ありがとうございます。